はい、どうもカチャの古川です。今回なんですけども、キウイについてお話ししていきたいと思います。キウイっていう植物がありまして、皆さんご存知、スーパーとかで売ってるキウイフルーツのキウイなんですけども、切り花の方でも花材としてありまして、キウイっていう、つるもので存在するんですね。で、分類がマタタビ科、マタタビ属っていうので、マタタビって皆さん猫が酔っ払うっていうのでご存知かなと思うんですけども、実際猫が匂いを嗅ぐと酔っ払うような傾向もあるそうです。なんか自生してるマタタビの近くに猫が集まってきたりするようなことを書いてありました。で、原産国がね、もともと中国らしいんですけど、中国に行ったニュージーランドの人がニュージーランドに持ち帰って、そこで栽培を始めたっていうので、一番ニュージーランドでたくさん作られてるんでしょう。多分キウイフルーツ買った時にシールにニュージーランドテスプリとかなんかそんな書かれてると思うんでね、ニュージーランドが一番盛んに生産されているようなんですよ。で、ニュージーランドの国鳥、鳥ね、国の鳥が、キーウィっていう鳥らしくて、そのキーウィにちなんでキーウィっていう名前になったそうです。日本でいうとこのキジみたいなもんですね。だから日本でキジっていうフルーツがあるみたいな感じです。で、昨日なんですけど、ちょっとご近所の方にキウイをもらったんですよ。で、キウイってこのしっかりした枝の木みたいな状態じゃなくてツルなんですね。で、結構たくさんもらったので、なんかしたいなと思ってて、で、結構スワッグとかに使ったりとかアレンジにも使えるし、いろんな、こうツルなんでぐるっと丸めたらいろんなものに使えるんですけども、固まってしまうともう動かせなくなってしまうので、なるべくね、早くなんか形にしたいなと思って、今日撮影をすることにしました。はい、そしたら、これが実際のキウイなんですけども、すいません、ちょっと1日経ってしまっているので葉っぱがカリカリになってるんですけども、すごいね、こう曲がりが効くツルモになってて、ツルにツリが巻きついて、もうツルがツル、ツルにツルが巻きついて、このぐるぐる巻きみたいになってる状態ですね。これがまたキウイの魅力かなと思います。で、こんな感じの材料なので、もう本当に何にでも使えるんですけれども、僕ね、ちょっと前から作りたいなと思ってたものがあって、野バラの実を使ったボールを作りたかったんですよ。で、野バラの実だけで作れるかなと思ってたところに、このキウイがやってきたので、野バラの実とキウイのボールを作っていきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではやっていきます。まず葉っぱを全部落とします。ちなみに去年のツルの部分とかも残ってると思うんですよ。で、そこはこうね、こう硬くなってたりとかして曲がりが効かなかったりすると思います。なのでもうそこは外しながら柔らかいところだけでやっていきます。あと太いところですね、太いところももう曲がりが効きにくくなってると思うんですよ、今年生えたものでも。なのでそこもおそらく外しながらいくと思います。はい、そしたら葉っぱを落とすことができました。結構な量なんですよ。ちょっと画像で伝わってるか分かんないんですけど、まあまあの量で、で、これをね、球状に丸めていきます。ちょっとやったことがないんで、どこまで丸くできるか分かんないんですけど、なんとかうまいこと丸めて球状にします。ちょっと立体感は出てきましたけど、本当に球状になるのか心配ですが、頑張って続けていきます。はい、ちょっと球状になってきましたよね、なってきましたよね。
はい、じゃあ丸くなりましたなったかなまあ後でね、もうちょっとだけ整えようと思います。そしたら、丸くなったので、次こちら、野原の実ですね。本当はこの野原の実だけで球を作りたかったんですよ。でちょっと頼りないかなと思ってたんで、ちょうどいいところにキュウリがやってきてくれました。ということで、球体のキュウリに巻きつけていきたいと思います。野原の実も単独性はあるんですよ。それを一応つるも一種になるのかな。キウイみたいにぐるぐるにはならないんですけど、割とね、周りはあるんで、このキウイにね、沿わせるように。まん丸ではないですけど、結構ね、球状にはなってきました。こういうね、ポコッとなったところが丸さを尖った感じになるので、こういうところは一回丸くしてっていう感じでいきますね。ちょっと長すぎる枝はもう外しました。ここまで来たら絡みやすいですね。こんな小さな枝でもどうにかうまいことを絡ませていくことができます。はい、じゃあもうこれで完成とします。はい、そしたら、こんな感じで完成しました。さすがにね、まん丸というわけにはいかなかったんですけど、まあまあなんとかギリギリ許せる範囲の球体にはできたかなと思っております。これもね、玄関先とかにこうぶら下げていると可愛いかなと思うんで、お店のね、リブスとかに飾りたいなと思います。もうちょっと野原入れてもいいかななんて思ってるんで、まだちょっと野原が入荷できたらもうちょっと足そうかなとは思います。はい、そしたら、今回はですね、キウイと野原の実を使った、なんていうんだろう、ボール型スワッグっていうのかな、はい、こちら、はい、ぶら下げて飾りたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。では。